あ、はい。はい、では、アベンジャースクール3限目、スポーツ部門、開講していきたいと思いますので、よろしくお願いします。中澤です。よろしくお願いします。はい。で、3限目は、テーマとして、自宅で、1畳のスペースでも、まあ、体脂肪を燃焼できるトレーニングということで、やっていきたいと思っているんですが、はい、そもそも、大体、そうですね、1日、成人男性が1日で消費するカロリーって、松村さん、どのぐらいかってご存知になります？消費するカロリーですか？そうですね、1日、まあ、摂取するカロリーっていうようなイメージですね。摂取2000カロリーぐらいですかね。ああ、いいですね。そうなんですよ、大体2000キロカロリー、まあ、プラマイ200ぐらいのが目安になってくるので、うん、コンビニのお弁当が大体1個で700キロカロリーぐらいなんで、うんうんうん、まあ、あれを3つ食べると、まあ、大体成人の男性だとちょうどいいぐらい。ただそれが、デスクワーカーだったりとか、その活動量があんまりない人だと、どちらかというと2000よりも下回ってきたりもしますので、その方の活動量っていうのがちょっとポイントになってきます。なるほど。はい、だそういう意味で、まあ、体脂肪を燃やすっていうのは運動も大事なんですけど、食事の方もちょっと大事になってくるので、まあ、これからそういった話も順調に加えながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではまず最初に、ストレッチをやっていきますので、準備をしていきましょう。で、ここからはちょっと音声をミュートにしていただいて、はい。はい。何かありましたら、音声を、また入れて、こちら、お伝えいただいて構いませんので、よろしくお願いします。はい、お願いします。では、右足を前に出しましょう。で、前習いします。そうですね。で、このまま手を上に上げていって、耳まで行ったらぐーっと後ろに倒していきます。はい、そうです。おい、松本さん、いいっすね。はい、戻します。で、また前習いの状態に戻して、また上に行きましょう。これで2回。はい、戻す。はい、3。はい、戻します。はい、2。戻して、ラストいきましょう。と、息を吐きながら、はい、OK です。では今度はこの前習いの状態のまま後ろに開いていきます。で、首も持っていって後ろに前に開いていきましょう。1、そうです。で、目線も後ろに持ってきます。2、あ、いいですね。はい、3、はい、4、はい、あと5、 OK です。で、その左足反対に切り替えましょう。前習いをして、引き上げていきます。上げていって、ぐーっと伸ばしていきましょう。1、2、吐きながら、
右足を二股切り替えましょう。右足を前出してもらって、ありがとうございます。で、手をついて、お尻を引きます。で、後ろを伸ばしていきましょう。で、前に行って、左手をつきます。で、開きます。そうです。1、はい、戻す。後ろ、前、2、いいですね。後ろ、前、3、はい、後ろ、前、1、はい、出していきましょう。後ろ、前、約5、はい、OK です。では、今度は左足いきます。こちらの足ですね。で、また手を後ろについて、もう後ろと、ふくらはぎを動かしましょう。で、右手をついて、左手を開きます。右手を見ていきましょう。1、はい、戻します。後ろ、前、ダクル、2、はい、戻しましょう。後ろ、前、3、はい、戻します。後ろ、前、4、はい、出していきましょう。後ろ、前、5、はい、OK です。では、次はですね、手を膝の形にしていただいて、手を肩の上に乗せます。はい、でこのまま肘を中心に円を描きます。肘を回していって、そうです、で後ろに持っていって、そうですね、肘を中心に円を描いていきましょう。いける範囲でいいですよ。そうです、なるべく肩がこう上がらないように気をつけましょう。このように回していきます。そうですね、3、ちょっとずつ大きくいきましょう。5、はい、6、ラスト、はい、OK。 今度反対いきましょう。左側ですね、ちょっとずつ回していきます。1、2、3、4、5、6、はい、7、OK です。では次は両手をついて、このような感じ、グラセッションのような姿勢になっていただいて、股関節を伸ばしましょう。一歩前に足を出します。手の位置の横側に足を出します。で戻して、2、戻す、いきましょうか。用意、まず右足、1、そうです、戻す、2、返す、3、4、5、6、7、はい、OK、 ナイスです。このような形でちょっと全体的にストレッチをしていきました。でちょっとこれがトレーニングに入るので、一回水分補給、水をちょっと入れていただいて、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。まっすんならさ、左の肩とかなんか痛めたりしてます？あ、いや特に特にないですか。左の方が後ろに開かないんですよ。あ、こういう動きをしてる時も右手は開いたときに左手はまっすぐだったんですけど、こっち持ってきたときにこう、こっちはずれてくるので、背中がすごい左の方が硬い。で、回すときも右の回しがスムーズだったんですけど、こっちはあんまり、なのでどちらかというと左で何かを持ったりとか、何かこう固まってることが多いのかなっていう感じなので、左の背中のあたり、ケアしてあげるだけでもだいぶ、さっきみたいにこう回してあげるのも、左をメインにやってあげると、
動きが左右均等になってくるので、体のバランスって左右差が崩れてしまうと、どんどん姿勢もおかしくなってしまうので、両方同じことをやってしまうと、あまり効果がないんですよ。なんで左あんま使わないんで。はい。そうなんですよね。使わないと刺激がいかなくなってしまうので、同じの範囲で動かしてあげると、ちょっと結構、体重差が気になっちゃうので。うん。わかりました。ありがとうございます。ちょっとやってみてください。はい。はい、では、これからちょっとトレーニングをしていきましょう。で、まあ、脂肪燃焼っていうテーマなんですけど、その前に、まあ、全体的に体、ちょっと刺激をまず入れていきます。まあ、基本のトレーニングとして、まあ、一番メジャーな腕立て伏せ、で、腹筋、で、まあ、スクワットという、まあ、3つの基礎的な部分をちょっと一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、では、またミュートに切り替えていただいて、こんな形で、膝立ちでも構いません。ちょっと余裕があれば、この状態でも OK です。で、手を前に出していただきます。肩幅で前に出して、そのまま手を引きます。で、ちょっと膝を後ろに下げていただいて、そのまま胸を近づける。で、OK になります。頭ではなくて、目を近づけます。あ、いいですね。これを次回いきましょう。いきますよ。レディーゴー。はい、ダウンして、はい、起き上がる。1、ダウン、2、あ、いいですね。3、4、5、6、上半身で胸で押す。7、体を反らないように、8、9、ラスト。はい、OK。いいですね。ラスト、OK。ナイスです。では、次は、手を8の字にします。こんな感じです。で、この状態で、また手をつきます。ラスト。ここです。で、このまま、先ほどと同じでやります。下がって、胸をついて、上がってきます。これは結構きついので、いける範囲で頑張りましょう。では、10回いきましょう。レディー。はい、5、1。はい、OK、ドル。2。はい、OK、ドル。3。はい。4。肩に力が入らないように。5。よいしょ。6。7。はい、9、はい、あと2回、はい、10、はい、OK、ナイスです。いいですね。これの手を置く場所が違うだけで結構負荷が変わってきます。なので、この後、指示する範囲が広いので安定するんですけども、深くなればなるほど、支えるのが難しくなってくるので、より上半身に負荷が変わってきます。まあ、自分の体を上半身でしっかり上げるっていうのは、今、デスクワークとかがすごい多くなってしまっているので、こんなことをしなくてもいいような状態が続いているので、こうやってちょっとした負荷の違いで、体がすごく変化してきますので、まあ、そこをちょっとやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。では次、お腹、見ていきましょう。お腹周りですね。はい。では、横の腹筋をちょっと鍛えていきます。横の腹筋になります。で、寝ていただいて、肘をつきます。こっから肘をつきます。左は肘をつく。右手は横に上げます。で、このまま、まっすぐ足を伸ばします。で、そのまま自分の方に膝を近づける。はい、で、伸ばします。1、はい、曲げて、はい、伸ばす。2、反動つかないように、曲げて、3、4、はい、止まりましょう。呼
ケーはい、吐いて、5、おいしょ、6、曲げて、7、はい、伸ばせ、8、はい、あと2回、9、曲げて、10、はい、OK。今のがこの横の腹筋ですね。腹斜筋といって、よくあの骨盤がずれるとか、傾くとかいう方が多いんですけど、この横の腹筋がしっかり押さえてくれると、骨盤が安定してまっすぐになってきます。で、お尻も大事なんですけど、この横の腹筋を鍛えること。なので、こういう風に鍛えるまっすぐな腹筋っていうのは、そんなに効果がないので、逆に腰痛になっちゃったりするので、こうやって体から足を引き離すっていうのが大事なポイントになりますので、今度は逆をやってみましょう。反対側です。右肘をついて、左手を後ろに。で、一回下を伸ばします。まっすぐ伸ばします。くの字にならないように。まっすぐ伸ばして、ここから膝を持てば、1、はい、伸ばす。はい、2、はい、伸ばして、膝開かない、3、はい、伸ばす、4、はい、伸ばして、5、はい、伸ばす、はい、6、頑張りましょう、呼吸止めないですよ、7、はい、伸ばして、8、はい、ラスト。はい、OK です。いいですね。素晴らしいです。ちょっと水入れましょうか。少し水分を補給していただいて、水分がありましたらちょっと補給しましょう。OK です。いい感じに足、はい、お尻周りしっかりお腹周り刺激入ってましたので、そこをもう少しだけちょっと刺激をさらに入れていきます。はい、ですね、今度は上向きになって、お腹の下の方に力が入るような形です。このように足を伸ばします。そうですね。で、そのまま20度ほど倒します。で、また元に戻す。これで1回です。まずはその調子で OK です。では、行きましょう。この状態作ってあげてください。はい、ダウン。はい、アップ。1。はい、ダウン、ダウン、ダウン。はい、アップ。膝を伸ばします。はい、ダウン、ダウン、ダウン。はい、アップ。3。腰反らないように。ダウン、ダウン、ダウン。4。はい、ナイス。はい、アップ、5。はい、ダウン、ダウン、ダウン、6。頑張りましょう。はい、ダウン、ダウン、ダウン、7。はい、ダウン、ダウン、ダウン、8。はい、ダウン、ダウン、ダウン、9。ラスト。はい、アップ、OK です。ナイス、最後までナイスポイントでした。ここはなかなか刺激が入らないところなので、微妙な角度なんですけど、下まで下げると腰が痛くなったりするので、腰痛持ちの方とかは危ないんですけど、下げなくてもしっかり刺激が入ってくるので、松村さんのところをしっかりここまでできてたので大丈夫です。OK です。では次、下半身、お尻周り、ちょっとやっていきますので、立ち上がりましょう。トレーニングのモード、キングオブトレーニングという、まあ、スクワットですね。お尻周りから足周り、全体的に刺激を入れます。で、今回は肩幅にまず、足を開いて、つま先はちょっとだけ外、抜けます。で、頭は、手は頭の後ろにこんな感じで、ついて、で、軽くバーテします。で、バンザイした状態で、膝を、お尻を落として、肩のところまで下がります。
手を上げたままですね。バンザイしたまま。そうです。で、戻ります。これで1回。では、行きましょう。ダウン。空手。はい、アップ。1。ここから見るとこんな感じですね。はい、ダウン。そうです。あ、いいですね、松本さん。はい、2。頭、目線下げない。はい、3。ナイス。はい、ダウン。はい、シーダウン。はい、ゴー、6。はい、ダウン。シー、はい、頑張りましょう。8。はい、ダウン、ダウン、ダウン。9。はい、やったー。はい、OK。いいですね。素晴らしい。ナイスです。ちょっと手が、なので、下半身はしっかりしたので、上半身がちょっと弱いところはあるかなって感じですね。でも、そこは目線が下がらなかったんで、目線が下がっちゃうと背中が丸まってくるので、そこだけは気をつけましょう。では、ラウンド2いきます。同じです。今度は肩幅よりも少しワイド、広くバランスを取ります。で、手を頭の後ろに。で、このままダウン。でですね、ポイントは膝がこういう風にならないように、手上げたまま、つま先と膝が同じ向きを向いたまま、アップ。はい、ダウン。ここです。はい、行きましょう。ダウン。はい、アップ。1。はい、ダウン。はい、アップ、2、ダウン、はい、アップ、3、ふぅ、はい、4、いけるところ落としてて、落としてて、はい、5、ナイスです。ダウン、ダウン、ダウン、6、はい、ダウン、ダウン、ダウン、7、ダウン、ダウン、ダウン、8、ダウン、ダウン、ダウン、ヒュー。はい、ラスト。はい、OK。 いいですね。しっかり足回りとお尻ですね、から入ってたので、素晴らしいですね。下半身もすごい安定してますね。全然肩の位置の、そっちが多い方が結構多いのが、どちらかにこういう風に下半身、こういう風に下がっちゃう人も多いんですけど、普段はまっすぐダウンできてたので、両足にしっかり下がれるように乗ってるような状態だったんで、良、かったです、なかなか素晴らしい。なるほど。はい。あれがずれるような形になっちゃうと、骨盤がこうずれてしまったりとか、まあ、体の使い方なんですけど、そちらはバラバラしてしまう。で、これはですか？子供です。あ、こんにちは。こんにちは。なんかスポーツとかやられてるんですか？体操をやってます。あ、そうなんですね。見てるだけってすいません。いや、全然いいですよ。はい、なのでまあ基本的なベースのトレーニングで腕をしてきて、スクワットですね。でこれで、まあ、トータル体を全体的に、まあ、刺激を入れた状態を作ってたので、最後は少し追い込むというよりも、まあ、さっき言ったように体脂肪燃焼系の、まあ、後半とインターバルと、ここからインターバルトレーニングというものなんですけど、20秒を、20秒ですね、全力で動きます。で、10秒休んで、はい、また20秒っていうのを8回やります。はい、はい。今回、まあ、松村さん、背中周りがちょっとこう、引っ張る力が弱かったので、そこをちょっと入れつつ、イメージはですね、動きとしてはただこの状態でうつ伏せになって、バンザイした状態から背中を肘を引くだけです。そうです、そうです、そうです。で、この時にポイントは、こうならないようにします。そうなると、ここで力が入ってしまって、首が痛くなってしまうので、肘を引く。
そうすると後ろも肩甲骨がこう寄るような形になるので胸が上がって姿勢矯正にもなります。肩こりにもいいので、これを実際ちょっとやっていきますね。はい、それで、うん、こんな感じでうつ伏せになっていただいて万歳します。で、よく背筋やるとき上向くんですけど、上向くと首痛くなるので顎を引いたままバランス返して曲げる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 、ひたすら曲げます。肘曲げたらまた万歳する。そうですね、膝曲げても OK です。で、グッとグッと、この状態でまずやっていきます。これが一つ。はい、はい、で、もう一つはこの状態でさっきと一緒です。肩幅より少しだけ開きます。で、ダウンして上げる。この伸ばしきる手前ぐらいでまたすぐ戻る。これを繰り返します。1、1、1、1、この2種類を4回ずつやります。はい、なので20秒全力でやるんで結構きついんで、ちょっと頑張ってやっていきましょう。はい、はい、では準備します。まずうつ伏せになりましょう。いいですか。では5秒前からいきます。いきますよ。5秒前。4、3、2、1。はい、引いて1、1、1。もっと引いて、ぐっと肘を引いて1、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 
はい、オッケー。今度はちょっとだけ開いて頭の準備を見て、このまま、はい、ダウン、はい、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、そう、1、1、1、1、1、いいですね、1、はい、1、ダウンシャクスカップ、はい、1、1、1、1、膝打ち上げないように、1、はい、OK。 では2セット目いきましょう。レディー、ゴー、はい、グッと引いて、1、1、1、1、1、1、肘で引いて、1、1、1、1、1、ふう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 、はい、頭を、はい、しっかり引いて、はい、戻って、はい、はい、OK。 では、立ち上がりましょう。では、頭を後ろに、はい、ダウン、アップ、ダウン、アップ、そうです、1、1、1、1、自分を追い込んで、5、5、5、いいペース、はい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 、まだまだスピード遅くなってますよ、はい、はい、OK。 では、リセット音でチャレンジしていきましょう。あと4回ですよ、あと4回頑張りましょう。レディー、グッと、1、1、1、ふう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 、はい、肘を引く、肘ですよ、肘を引いて、はい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 、OK。 さあ、もう訓練しますよ、頑張りましょう。はい、レディー、ゴー、ダウン、アップ、はい、オッケー、ゴー、ゴー、ゴー、いいですね、ゴー、ゴー、ゴー、はい、はい、オッケー、ナイス、ゴー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 、はい、オッケー、いいですね。さあ、ラスト1セット、頑張りましょう。はい、グッド、1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 、
でしょ。ラスト、はい、ダウン、はい、プー、フー、フー、ダウン、シェーゾー、イン、ゴー、ゴー、カロー、コードライン、ライミテッド、ナイス、イッシュ、フィニッシュ、フー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 、はい、オッケー、疲れた、どうでした、いい疲れですね。しっかりする。はい。まあ、こうやって、もうほとんどスペース1畳ぐらいで、自分の体に負荷がかけられるので、でも器具もいらないので、その、結局は自分の体が一番の重りになりますので、それをいかにコントロールできるか、自分の体がコントロールできなければ、器具とか使ってもあんまり意味がないので、まずそこをしっかりやる。チビアルできるようになってからこっちのステップに行ってあげるとより効果的になりますので、なるほど、まあ、特にちょっと活動量が今下がっちゃってる状態なので、いいですね、はい、なのでやっぱりこうやって刺激をできる範囲の刺激を入れてってあげるって非常に大事になりますので、子供もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後やりっぱなしで筋肉残ってしまうので、ちょっとクールダウンとしてストレッチやっていきます。はい、はい、しっかりしましょう。はい、ストレッチ、体操想像していただいて手を肩に入れます。で、このまま骨盤を手を横にしてからお尻を引きます。お尻を引く、はい、そうするとお尻が伸びやすくなります。で、このまま手をももの膝の上に置いて、このような形で沿わせて、指先を沿わせていきます。で、いけるところまで行って、足を越えて、足の裏に肩を足の裏で、ちょっと下を見てしまうと首痛くなってしまうので、斜め先を見ます。そうですね、で、鼻で息を吸って、はい、力吐いて、肩に吸って、吐いて、はい、OK です。今度は足を広げましょう。開脚します。で、これも一緒です。手をついて後ろに、お尻をちょっと引きます。でですね、右手を左足のつま先の方にぐーっと持ってって、見て、ほら、ここなんすごい。で、呼吸をします。鼻で吸って、力吐く、はい、OK。 今度は左手でつま先に向かって右のつま先に向かいましょう。で、呼吸を止めないようにします。はい、結構です。OK、ナイスです。次はお尻伸ばしましょう。右足を伸ばしていただいて、その上に左足を乗せます。そして右のかかとをお尻の方に近づけていきます。そうすると、ここのお尻を上げます。で、一回お尻をまた引きましょう。そうすると、よりここが伸びます。あとはもっと伸ばしたい方は、かかとをお尻の方に近づけば近づくほど伸びていきます。ここですね。はい、そのまま、今の状態のまま、左の膝をこちら倒します。そうです。で、このまま仰向けに寝てみます。腰が反らないようにしましょう。この後手をついて呼吸します。お尻と足のストレッチですね。お腹も伸びます。はい、ゆっくり起き上がりましょう。では今度左足伸ばして右足を乗せましょう。
ぐっとお尻の方に近づける。で、お尻を持ってきます。で、このままキープします。いいですね。おけつが今度はその状態のまま右の膝を外にぐっと持ってきて、体をねじるような形で寝ます。はい、OK です。はい、ではこんな形で最後ストレッチもさせていただきました。まあ、柔軟性っていうのはすごい大事になります。可動域といって、動く範囲が狭いと筋肉がこう稼働するのも少なくなってしまうので、なかなかやってても効果出ないみたいな形になってしまいますから、そこはちょっと気をつけてやってみてください。はい、はい。まあ、今日は先ほど言ったように、まあ、1秒のスペースで簡単にできるような脂肪燃焼トレーニングっていう形でやっていったので、3ゲーム目が実は一番きついんですよ。なので、まあ、この時間、まあ、部活動とかスポーツクラブとかもそうなんですけど、夕方にトレーニングをすると夜の睡眠の質が上がるんですよね。はい、体内の核心温度といって奥の温度が一回上がると急激に下がるんで、人間体温が下がるとやっぱり眠たくなるので、そのまま、まあ、お布団に入って夜、まあ、ご飯食べた後お風呂入って寝てあげるとちょうどいい睡眠のサイクルになって、体内のサイクルとかも整ったりしますので、はい、なのでこの時間取れるときはやっていただけるとすごくおすすめかなと。寝不足だったりとか、なんか睡眠質悪いなっていうときはちょっとチャレンジしてみてください。はい、はい、でこの後こちらの動画も YouTube でアップさせていただきますので、まあ、そちらでご自身の動き確認したりとか、さっきちょっと左の方と僕背中の方気になったのでちょっと確認したりしてみていただいて、あとは何かコメント欄にて、まあ、感想だったりとか、まあ、リクエストありましたらぜひよろしくお願いします。あと YouTube のチャンネル登録まだでしたらぜひよろしくお願いします。登録の方ですね。はい、はい、まあ、毎日3回やってますので、まあ、今週は、朝7時半と13時と、まあ、この時間18時という形でやらせていただいてますので、ぜひお時間の時は参加の方よろしくお願いします。はい、わかりました。皆さんも全然 OK なんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では今日も参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ原沢さんですか？どうもありがとうございました。